皆さんこんにちは、ゆずきです。本日の動画はシリティの新作ルックブックになります。はい、私のセレクトショップなんですけど、先月の24日と今月の2日に可愛い新作がたくさん入荷したので、それを使ったコーディネートをご紹介していこうと思います。アイテムだけじゃなくてコーディネートの組み方とかも参考にしていただけたら嬉しいです。それでは早速スタート。はい、まず1コーデ目に使うトップスはこちらのニットです。これは少し前に入荷したものなんですけど、今週のシリティの人気ランキングで第1位だったので、ちょっとこのトップスを使っていこうと思います。カラーはこんな感じの淡いイエローで、シアーニットなのでやや透け感がある素材です。今白系のインナーを着ているんですけど、遠くから見たら透け感あんまり分かりづらいかなと思います。黒とかのインナーやったらね、よく見えちゃうんですけど、控えめに着たい方は白系のインナーと合わせるのがおすすめです。この裾の部分のね、逆 V 字みたいな形がめちゃくちゃお気に入りです。ショート丈なのですごいコーディネートも組みやすいです。はい、続いてボトムスは最近入荷したばかりのこちらのジョガーパンツを使っていこうと思います。こういう裾を絞れるボトムス最近流行ってると思うんですけど、これはナイロン生地じゃなくて普通のサラッとした生地なので、カジュアルすぎなくて普段のコーディネートに取り入れやすいんじゃないかなと思います。で、もちろんこれもね、ウエストはゴムでポッケもついててすごいありがたいです。このトップスも結構ショート丈なんですけど、お腹とか隠せるぐらいこのボトムスがハイウエストなので、今回合わせていこうと思います。はい、続いてシューズはこちらのパンプスを合わせていこうと思います。この3つのストラップがめちゃくちゃ可愛いフラットシューズなんですけど、やっぱりカジュアルなボトムスにはきれいめのパンプスを合わせるのがシリティっぽいコーデに近づくんじゃないかなということで、こちらを選びました。はい、そしてバッグはこちらを使います。こちらがちょっと品切れになってしまったアイテムなんですけど、持ってくださってる方が多いと思うので使っていこうと思います。はい、ということで1コーデ目はこんな感じに仕上がりました。カジュアルアイテムと綺麗めアイテムを掛け合わせたこのアンバランスのコーデがすごいこなれ感が出て、おしゃ見えするコーディネートになったんじゃないかなと思います。あとはトップスのカラーで春らしさもありつつ、小物でブラックを持ってきているので、大人っぽさもしっかり演出できたんじゃないかなと思います。で、髪型をクリップヘアにすることによってラフさも演出できたんじゃないかなと思います。それでは2コーデ目に行きましょう。はい、まず2コーデ目に使うトップスはこちらの半袖のニットです。私はこのトップスにサマーニットと名付けたんですけど、商品名の通り夏でも着られるようなニットトップスだと思います。一応こんな感じでね、ケーブルニットなんですけど、伝わるかな、めちゃくちゃ薄い生地なんですよ。で、よく見たら風も通りそうですし、暑苦しい感じが全くないニットなので、これからの季節長く活躍してくれると思います。で、丈もね、めちゃくちゃちょうどよくて、ぴったり腰骨の上ぐらいなんですよ。なのでボトムスにインしなくても綺麗に着られるトップスです。あとはこのサイズ感もめちゃくちゃ使いやすくて、ピタッとしすぎてるわけではないけど、ナチュラルに体のラインに沿うシルエットが本当にスッキリした印象も与えてくれます。はい、そしてボトムスはこちらのスカートを合わせていきたいと思います。実はこのスカートはこんな感じでセットアップの商品になってます。スウェット素材のミニスカートとのセットアップがすごく欲しくてセレクトさせていただきました。セットアップできるなら、なんか韓国行く時に空港とかで着たくなるようなアイテムです。まずはこんな感じでウエストがゴムになってるのと、ここにポケットがついたカーゴパンツみたいなデザインになってます。で、あとはこんな感じで、ちょっとすいませんめくってるんですけど、インナーパンツ付きなのでミニスカートなんですけど、すごく安心して履いていただけるアイテムだと思います。はい、そしてシューズはこちらのスニーカーを合わせていこうと思います。もう私が履き倒しているスニーカーなんですけど、この配色と厚底ソールがめちゃくちゃお気に入りで、ナチュラルに身長を持ってくれるのですごく助かってます。はい、そしてバッグはこちら、先ほど1コーデ目で使ったバッグの色違いを合わせていこうと思います。はい、ということで2コーデ目はこんな感じに仕上がりました。最近私ピンクとグレーっていう色合わせにめちゃくちゃドハマりしていて、今回のコーデでもこの色合わせを使ってしまいました。ミニスカートにスニーカーですごいエネルギッシュな印象なので、髪も結びたかったんですけど、やっぱり大人っぽさを残したかったので下ろしています。バッグも短いショルダーで肩掛けして持ってるので、すごい韓国っぽい雰囲気のコーディネートに仕上がったなと思います。それでは
参考で見に行きましょう。はい、まず参考で見に使うトップスはこちらのシンプルな白の T シャツになります。何もロゴとかが入ってない超シンプルな T シャツなんですけど、この T シャツの一番のポイントはこのとてもタイトなシルエットです。もう本当に体にぴったり沿うようなタイトなシルエットなので、すごいスッキリした印象を与えてくれるのと、今回のコーデもそうするんですけど、ボリューム感がないので上からベストとか着たりレイヤードコーデに持ってこいの T シャツだと思います。あとはちょっとストリートっぽいかっこいい雰囲気のコーディネートにする時とかにぴったりだと思います。丈もねすごい短くて1コーデ目のシアーニットと同じぐらいの腰骨の上ぐらいの丈感になってます。はい、そしてそれに合わせるボトムスがこちらのティアードスカートです。もうめちゃくちゃお気に入りすぎて黒と白2色買いしたアイテムなんですけど、これは3月の韓国セレクトのアイテムで、ここから今もずっとずっと大人気のアイテムです。こんな感じでね、くるくる回りたくなるようなこの3段階の切り替えがめちゃくちゃ可愛いです。実はまたゴールデンウィーク明けに韓国出張に行って夏アイテムの撮影頑張ってくるので、ぜひそちらの販売もお楽しみに。はい、そして T シャツにスカートだけだとあまりにもシンプルなので、こちらのベストを合わせたいと思います。これもね最近販売した新作なんですけど、めちゃくちゃお気に入り。このサイズ感が本当に可愛くないですか。お尻がすっぽり隠れるぐらいのオーバーサイズで、結構カジュアル要素の強いアイテムです。こんな感じでボタンもマットなのですごい大人っぽいのと、二の腕カバーしてくれそうなこのラインもめちゃくちゃありがたいです。はい、そしてバッグはこちらを合わせていきます。これもめちゃくちゃお気に入りなんですよ。こんな感じでガマ口になった箱型のボックスバッグで、開けるとこんな感じです。ミニサイズなのでこのカバン一つじゃお出かけはできないかもしれないんですけど、ショルダー部分もチェーンになってるのですごいコーディネートのアクセントになると思います。こんな感じのリップとか入れておくとすぐリップの塗り直しもできますし、イヤホンとかアクセサリー類の収納には役立つんじゃないかなと思います。はい、ということで参考デメはこんな感じに仕上がりました。存在感抜群のティアードスカートがあることによってコーデ全体が一気に華やかになったと思います。甘めのティアードスカートにカジュアルなデニムベストを合わせたことによって程よくバランスが取れて、シリティっぽいカジュアルガーリーなスタイリングに仕上がったと思います。それでは4コーデ目に行きましょう。はい、まず4コーデ目に使うトップスはこちらのブラウスです。これもめちゃくちゃ可愛くてお気に入り。こちらはシリティの最新作のアイテムなんですけど、一番のポイントはこのね二重になった襟ですよね。ビッグカラーでただでさえ存在感あるのに二重になってること、さらにマシマシで存在感がアップしてます。襟の部分にこんな感じでブラウンの刺繍が施されてるんですよ。これもすごいコーディネートが締まって見えるポイントなので、そういった点でも1枚で決まるブラウスなんじゃないかなと思います。今回のコーディネートはインして着用しようと思うんですけど、ここにねたくさんのタックが入っていてふわっと着られるので、アウトで着用したスタイリングもすごい可愛いと思います。そういう時はちょっとタイトスカートとかと合わせるのがおすすめです。はい、そしてそれに合わせるボトムスがこちらのスラックスです。これは私がセレクトショップ初めてだいぶ初期にセレクトしたアイテムなんですけど、これもめちゃくちゃ可愛い。この絶妙なブラウンベージュみたいなカラーがすごい使いやすくて、素材的にもオールシーズン使えます。で、一番の私のお気に入りポイントはここのくるみボタンです。ボタンがここの生地と同じなので、すごいコーディネートの邪魔をせず馴染みやすいアイテムだなと思います。はい、ということで4コーデ目はこんな感じに仕上がりました。ブラウスが結構合わせようによっちゃ子供っぽく見えてしまうと思うので、他に合わせるアイテムを大人っぽくしてバランスを取ったコーディネートです。襟の刺繍の部分がダークブラウンのカラーだったので、それに合わせてシューズもダークブラウンを持ってきています。で、バッグはハンドバッグで大人っぽさをプラスしつつ、キャメルのカラーを差し色としてコーデ全体がパッと華やかになるように選びました。それでは最後のコーデに行きましょう。はい、まず5コーデ目に使うトップスはこちらです。実はこのトップスこんな感じでね、オフショルダーとしても着ることができます。着ることができるというよりかはオフショルダーとして着るのが本当は正しいんですけど、肌見せがちょっと気になる方は肩をね締まって着ることもできます。裾がこんな感じで広がってるのもすっごい可愛いです。で、これも丈が短めなのですごいコーディネートが組みやすいアイテムです。はい、そしてそれに合わせるボトムスがこちらのスカートです。めちゃくちゃシンプルなミニスカートなんですけど、シンプルだからこそ敷き回しが効くアイテムでもあります。このスカートもしっかり裏地がついているので下着が透ける心配がないのも嬉しいポイントです。
私が着用して膝上8センチぐらいのミニスカートやけど、結構長めのミニスカートなので履いていただきやすいんじゃないかなと思います。この一番太い部分が隠れるような台形型のシルエットもすごいお気に入りです。はい、最後のコーデは思いっきり韓国っぽくしたいなと思ったので小物を足していきます。使うのはこちらのキャップです。このネイビーのキャップめっちゃ可愛くないですか。今回トップスもボトムスもきれいめアイテムだったので、ちょっと外しとして使おうかなと思ってキャップを持ってきました。はい、そして合わせるシューズは先ほども使ったこちらのスニーカーです。はい、ということで最後のコーデはこんな感じに仕上がりました。今回のコーデも韓国っぽいカジュアルガーリーな雰囲気をイメージして組んだコーデです。全体的にブルー系と白系でまとめてるので、まとまりのあるコーディネートになったかなと思います。ブショルダーのトップスとミニスカートで女性らしさもありつつ、スニーカーにトートバッグにキャップでフレッシュでエネルギッシュな印象のあるコーディネートに仕上がったんじゃないかなと思います。それではエンディングに行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか。シリティの新作ルックブックでした。今回のルックブックでは使ってない可愛い新作が他にもたくさん入荷しているので、よければサイト一度覗いてみてください。そして皆さんにお知らせがあって、なんとシリティ初となるポップアップの開催が決定しました。期間は5月の26日から5月の31日までの約1週間となってます。で、そのうち私は5月の27日と28日土日の2日間訪問させていただきます。楽しいイベントやノベルティなども検討中なので、また決まり次第報告させていただきます。場所はディーホリックのルクア大阪店でやるので、気軽に来られると思うので、ぜひ遊びに来てください。本日も最後まで来てくださりありがとうございました。バイバーイ。